はいどうも、マナブ18号です。CS ファイナルが終わりまして、東京ドームから帰ってきまして、ちょっとね、僕体調を崩しまして、2、3日寝込んでたんですけども、もう大丈夫です。もう回復しました。ってことで、今シーズン僕が、球場に応援しに行って、盛り上がった瞬間、ベスト10を、発表したいと思います。それでは、10位からどうぞ。ね、ちょっと現実逃避。第10位は、糸原選手のサヨナラタイムリーヒットね。いやこれは盛り上がりましたよ。これで、ヤクルトに3立てしましたからね。この頃はね、ヤクルトに勝った時かな、ヤクルトを大量にね、飲むっていうね、ことやってましたで、ちょっとお腹がねもうきつかったですけども、第10位です。はい、第9位は、代打原口選手、サヨナラタイムリーヒット、これはね、めっちゃくちゃ感動した。原口選手ね、復帰戦で、マリンスタジアムでね、ヒット打ってますけども、聖地甲子園でのヒット、サヨナラヒットね、本当の意味での、お帰りなさいがね、できたんじゃないでしょうか。はい、第8位は、鳥谷さんの、今季初タイムリーヒットね。いやこのままね、今シーズンね打点がつかないまま、鳥谷さん終わるんじゃないかと、ちょっとめちゃくちゃ心配してましたけども、よかったですね。鳥谷さん、どこ行くんでしょうか。第7位は福留さんの、セリーグ5万号、サヨナラホームラン。いやこれはね盛り上がりました。盛り上がりましたし、この日ね、この試合終わった後に、ちょっと MC の仕事が入ってたんで、延長戦になったらね、もう間に合わないところでした。いや助かりました。5万号、5月5日に、5万号ホームランね。あと何かあったかな、第5打席に、5番の福留さんが、5万号、5月5日に5万号、いろいろあったかな。いやこれはね盛り上がりました。はい、
第6位が、ソラーテ選手の、サヨナラホームランね。まあ、この日ね、ソラーテ選手、阪神タイガースの、8000号と、8001号、2本ホームラン打ってますんで、8001号がね、このサヨナラホームラン。まあ、ソラーテ選手ね、僕デビュー戦のね、東京ドームでの、ホームランもね、見てますんで、生で見てますんで、ちょっとね、ソラーテ選手にはね、思い入れがあったんですけども、ソラーテ選手、何やったんでしょう。はい。北条選手の決勝ツーランホームラン。このホームランから、奇跡の6連勝が始まりました。これも込めて第5位盛り上がりました。はい。阪神タイガースの選手が、オールスターで大暴れ。いや、これはめちゃくちゃ盛り上がった。原口選手、梅野選手が連続ホームラン。そして、近本選手が、サイクルヒット。ね。阪神タイガースから選ばれた野手、3人全員がホームラン打つっていうね。いや、めちゃくちゃ大雨降ってましたけども、関係ない。いや、めちゃくちゃテンション上がりました。はい。めっちゃ感動しましたね。大山選手ね、ずっと開幕からね、4番を任されてたんですけども、この日、とうとう外れまして、6番大山選手が、逆転サヨナラスリーランホームラン。まあ、ヒーローインタビュー聞いたらね、まあ、大山選手、まあ、めちゃくちゃ悔しかったと思いますよ。悔しさを跳ねのけての、逆転スリーランホームラン。いや、感動しました。はい。あと1球よっしゃーよっしゃーよっしゃー CS 決まったー CS 3位イエーイイエーイあー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 阪神タイガースフレー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 バザーバザーバザーやるぞはいということでまあ、もちろんね、もちろんこれが、上位に入ってきますよ。CS 決まった瞬間、まあ、奇跡の6連勝を達成した瞬間、まあ、奇跡っていうのもね、まあ、あれなんですけども、まあ、阪神タイガースの選手の、まあ、頑張りなんですけども、まあ、中日さんがね、まあ、広島カープを、まあ、倒しとかないと、
この6連勝しても、まあ、CS いけてませんので、まあ、奇跡の6連勝、うん、まあ、奇跡でしょう。はい、片合わせ高山熟女波及乗せて切り開け見せろ高山好きもうこだまし片合わせ高山今シーズン、僕が球場に行って、一番盛り上がった瞬間、いやね、これはね、発狂しましたね。もう覚えてない。もう頭真っ白になりましたからね。この勝利で阪神が、巨人を抜いて、2位になりましたから、いやね、興奮するでしょう。はい、ということで、以上が、僕が今シーズン球場に見に行って、盛り上がった瞬間ベスト10でしたね。まあ、皆さんどうでしたね。まあ、僕はこれが一番盛り上がったっていうね、シーンがあればね、まあ、コメント欄に書いててくださいね。まあ、1位はね、やっぱりね、まあ、高山選手の、さよなら、満塁ホームランじゃないでしょうか。わかんないですけども、はい。はい、今シーズン僕が、阪神タイガースの試合、応援しに行った、成績をね、発表したいと思います。いきますよ、いきますよ。43勝、36敗、2分け。ね。勝ち越せました。勝ち越せました。よかった。はい。それと、まあ、私事ではありますけども、チャンネル登録者さんが、6万人達成しました。ありがとうございます。ほんまに皆さんありがとうございますね。めっちゃ感謝してます。これからも頑張ります。はい。まあ、ツイッターもインスタもやってますんで、まあ、そちらもフォローしていただくと、めちゃくちゃありがたいです。お願いします。ってことで、明日17日は、ドラフト会議、運命のドラフト、阪神タイガース一体誰を指名するんでしょうか。またね、動画出したいと思います。はい、今日のとこは以上でございます。皆さんどうもありがとうございました。はい。